それでは時間になりましたので記者会見を始めます。今日は神戸大学の砂原先生に来ていただきました。砂原先生は1978年生まれということは41歳でいらっしゃって、分裂と統合の日本政治、統治機構改革と政党システムの変容で、おさらぎ次郎賞などを受けていらっしゃいます。今日は参院選後の民意を読むと題して1時間ほどお話を賜り、またいつものように30分ぐらい質問を取れればと思っておりますのでよろしくお願いします。特集は司会は企画委員の朝日新聞論説委員の坪井と申します。今日もよろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました神戸大学の砂原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日タイトルで2019年参院選後の日本民意を読むということなんですが、私は普段その民意を読むような仕事をあまりしてませんで、今回はですね、その何て言いますか、直接こう有権者の研究というものをしたことがない私がどういうふうに民意を考えるかというときに、その政党に現れるような民意というものを文字通り読むといいますか、解釈するということをちょっとしてみようかなというふうに思いまして今日参りました。今日お話ししたいことなんですけども、まずその前提といいますか、少し前振りのようなお話で、この20年ぐらいの日本政治の変化、もう少しだと20年以上なんですけども、この政治改革を経て20年ぐらいの日本の変化という日本政治の変化というのがどういうものであったかということを初めにちょっと見ていきたいと。でその上で何が問題かと、現状の問題についてお話しする。でさらにその問題を生み出しているような理由ですね。私の理解では選挙制度を中心としたいくつかの制度がその政党の再編成に向けてのボトルネックを作り出しているのではないかというふうに考えてますが、それについて時間もちょっと多分押すと思いますので、ここは簡単にご説明すると。その上で最後に将来と展望、その大体私たちのような政治学者が将来を予想すると間違えると思いますけども、こういうようなシナリオみたいなものがありえるのかもしれませんねということを、2つほど紹介しようかなと、ご紹介しようかなというふうに思っております。少し長い時間になりますが、お付き合いいただければと思います。まずその日本政治の20年ということですけども、ここでお話しするのは政党の脱編成というお話ですね。でこれはどういうことかといいますと、もともと政党と有権者というものがその関係を持つ形でですね、政党が編成されてきた。具体的に言えば従来はですね、その自前層と、すみません、これちょっと間違えてますけど、非自前層ですね。自前層っていうのは農家とか中小企業の経営者とか経営者とか管理職の人たちで、非自前層というのは専門職とか教員とかそういった層ですね。そういうその社会的な属性と政党というものがですね、強くリンクして政党というものが作られていたんだというのが、いわゆる55年体制頃の理解なわけです。具体的に言えば自前層という中小企業の経営者とか農家とかそういった人たちが自民党を支持し、その非自前層ですね、これが社会党を支持するというようなイメージだったわけです。それがその1970年代ぐらいに主に社会党がカバーしない都市民の支持を得ようとする中道勢力みたいなものが出てきた。でそのまま1990年代ぐらいまで突っ込んでいくわけですが、その後起きたのは二大政党化、本当に二大政党化したかというといろいろ怪しいところがありますが、自民党と民主党というような2つの大きなブロックができてきたという歴史があるわけです。でこれを少しだけですが、簡単に絵的にちょっと見てみようというお話ですね。で、55年体制の頃というのはその自前層と非自前層というものが、そのお互いの支持基盤と政党というものを結びつきながら、対立していた、競争していたという形になるわけです。ちなみにこの、青い大きな四角はですね、大体その有権者全体というようなイメージですね。もちろんその自前層が、自前層、非自前層がですね、すべての有権者を捕まえているわけじゃなくて、取りこぼしているような有権者もいるというようなイメージを書いています。
でそこにですね、まあ、なんか自前層、まあ、自民党も社会党もですね、ずっと同じ支持層をがっちりとキープし続けるわけではなくて、少しですね、まあ、支持を落としながら、そこに中道勢力という、まあ、今までのですね、自民党とか社会党に、飽き足らない人たちがですね、別の政党、まあ、公明党とか民社党というものを支持するようになっていったというようなところがあります。でそれが変わっていったのは1990年代ですけども、まあ、民主党という政党が出てくるわけですね。なんか民主党はですね、しばしば指摘されますし、この後も少しご紹介しますように、どういうような人たちに具体的に支持されているのか非常にこう分かりにくいと、まあ、いろんな考え方を持った人が民主党の議員にもいるし、民主党を支持する有権者にもいると、いわばですね、まあ、しばしば言われますが、自民党より右の人もいれば、その、まあ、共産党に近いような人もいるみたいなですね、すごくこう、まあ、なんて言いますか、支持層の範囲の広い政党だったわけです。でこういう民主党みたいな政党が出てきて、従来の社会党とかですね、まあ、共産党あるいは公明党というのは比較的小規模なままだというのが90年代以降の状況だったわけですね。それがまあ2000年代に入ってくると、また他に小さい政党が出てくるわけです。例えばみんなの党みたいな政党ですね。これはまあ比較的自民党に近いような政党として出てきたと。で、こういうふうにですね、なんとなくちょっとよくわかんない絵でお見せしてたわけですけど、少しこの絵のですね、背景にあるのはですね、政治的な対立軸みたいなものを意識しているわけです。お手元のまあ図にはこの後のものが出てると思いますが、その、まあ、右派と左派という、まあ、伝統的な、その対立軸ですね。一番初めのこうグラフといいますか、表に出てきたこう自民党と社会党のこう対立というのは、まさにこう右派と左派みたいな対立というものをイメージして絵を描いているわけです。で、そこに中道が入ってきたと。しかし民主党というのは、その右から左までいっぱいいるんですよという話をイメージしています。で、一つ今日お話ししたい、まあ、強調したいポイントというのは、この右派と左派というまあ大きな括り、これはまあそのここには税負担減とか税負担増、小さな政府大きな政府みたいな対立というふうに書いてますが、日本政治においてはしばしばこれはまあ改憲を主張するのが右派で、護憲というのを主張するのが左派だと、つまりその自衛隊ですとか軍隊に対する態度、まあ、軍備に対する態度でこの右派と左派が分かれていたというようなことも言われています。でこのようなまあイデオロギーというのは、その税負担のまあ大きさ、政府の大きさみたいなものと、例えばその護憲改憲みたいなものが重なる形で議論されるというのが一つの特徴であります。でしかし今日ここで少し強調させていただきたいのは、そういうまあ伝統的な改憲、護憲、小さな政府、大きな政府みたいな対立軸とは違う形の対立軸ができているのではないか。具体的に言えば、都市と農村、あるいは農村の側はですね、まあ、その従来の生活を維持するような生活保障を重視するような勢力と、都市の側というのは、まあ、そのこの後ご説明していくように、受益と負担の関係というものを強調して、その将来の投資のために税金を使うべきだというような人々、こういう形で分かれているんじゃないかということをまあ意識しておるわけです。で、例えばですね、このグラフで出てくる、みんなの党というのはですね、まさにご記憶かと思いますけども、小さな政府を標榜しながら、従来の生活保障みたいなものを批判するという強いスタンスを取っているわけですね。その将来のために、まあ、その投資をするんだみたいなことを主張していくわけです。でそれはみんなの党だけではなくて、例えば小泉改革みたいなものが持ってた方向性でもあるというふうに言えるわけですね。で、現状どうなっているかという話になるわけですけども、すみません、これはいらないですか。これはちょうどその7月の頭に私がその日本経済新聞の経済教室に書かせていただいた図でもあるんですけど、民主党がですね、まあ、旧民主党が分裂した後の日本政治のですね、まあ、政党間の競争の配置っていうのはこういう形になってるんじゃないかっていうふうに今まとめてみたのが、このグラフとなります。一方で、その右派と左派の対立というのがあるわけですね。自民党が例えばその9条を変えますということを言っていると、それに対して、まあ、護憲というものを標榜する政党は、そんなことはしてはいかんとい
ていうことを主張するみたいな形ですね。でこれがまあその、税負担を、減らすべきか、税負担を増やしてでも、政府の仕事政府のサービスを増やすかといったような右派左派と、結びついているところがあると。で他方でその、このグラフが示すのは、その野党の方がですね、公明党も含めてですけども、小さな政党がどちらかというと、自分たちのですね、支持基盤の生活保障みたいなものを重視しがちではないかと。で、それに対して自民党というのは、例えばですね、まあ、働き方改革とかですね、最近だと、この後もご説明しますが、保育の無償化とかですね、そういう将来世代のためとか、そういうことを訴えるような機会も増えてきたというふうに考えられるわけです。でこの中でご覧いただければ、分かるようにですね、やや特殊な位置取りをしているのが大阪維新の会あるいは日本維新の会でありまして、右派というのはおそらく右派なわけですけども、これに加えてですね、投資が重要だみたいなことを主張しているわけです。で実はこういったそのまあ2つのですね、対立軸を使う分け方というのは、その日本政治の分析から出てきたものというよりはヨーロッパとかですねそちらの方の分析を元にして、作っている議論ではあります。でヨーロッパでもですねこういうその従来の右派左派の対立、ヨーロッパの場合はその護憲改憲の対立は日本ほどではないというかその軍備をめぐる対立は日本ほどではないと思いますが、その小さな政府か大きな政府かという対立は非常に強い。でそれに加えて、生活保障を重視すべきか社会的投資を重視すべきかという対立が非常に重要になっているところがあるわけです。で、そのヨーロッパの議論ではですね、この2つの対立軸が作り出す4つの証言みたいなものが考えられるわけですけど、その4つの証言のそれぞれですね、主要なメンバーといいますか、主要な構成グループみたいなものが想定されているわけですね。右上の軸、その小さな政府、税負担の少ないことを重視して、かつ生活保障を強調するのは、例えば農業者とか自営業者、従来の自民党の地盤に近いというふうに言ってもいいのかもしれません。でそして、右下の方ですね、同じく右派で、税負担が少ない方が望ましい。しかし社会的投資、生活保障よりは社会的投資を重視しましょうというのは大企業、ビジネスの専門職の人たち。で、この左側をご覧いただきまして、左派でその大きな政府を望み、しかしと言いますか、その中で生活保障をさらに強調しようというのが賃金労働者、特にそれほど技能のレベルが高くないというふうに理解されることがありますが、そういった賃金労働者の人たち、従来の労働組合みたいなものをイメージされているわけです。それに対して、その左派は左派でも、その社会的投資みたいなものを重視するのが、社会文化的専門職。これは例えば公務員の中の専門家ですとか、あるいは NPO 非営利グループとか、大学の教員なんかもこういうところに含まれるんだろうと思いますが、そういうグループが、その税負担を増やして、政府はサービスをすべきだ。しかしそのサービスはですね、従来の生活保障よりも、社会的投資を強調すべきだというようなことを言っているようなグループ、そういうふうに今概念化されているところがあります。でこの概念に、日本のですね現状のこう政党間競争の配置を置いてみると、こういう形になるんじゃないかというのが、冒頭のお話でございます。でこれはただその私の妄想で申し上げているとですね、あまりちょっとこうよろしくありませんので少しデータで確認をしてみましょうというのが次のところですね。いくつかデータによる確認がございますが、まず一つありますのがですね、東大朝日調査、その東京大学と朝日新聞がですね、この15年ぐらい、政党と有権者、議員といったところに調査をし続けているわけです。ここは非常に素晴らしいことでありまして、そのデータを使わせていただくというのは本当にありがたいことだと思いますが、このデータでですね、示された政党の位置というのが、こういう形になっているわけですね。ご覧になった方も多いと思いますが、自民党ですね。これはどうなるんだろう。ここで止まるかな。2003年の、
マニフェスト選挙からですね、2017年のですね、この、朝日新聞の調査の、説明では、名付けでは国難突破選挙と書いてますけども、2017年の選挙までの、自民党のですね、左右の、イデオロギー位置というものが現れているわけです。これ2003年の選挙ですね。この、黒い線がですね、自民党に投票した有権者の、イデオロギーと、左から右というようなイメージですね。でこの赤はですね、自民党の議員の政策的なポジションをの分布を示しているというふうにされています。で2003年のマニフェスト選挙から、これ2005年の、郵政選挙、これはこの時は有権者の調査はしてないそうです。で2009年の政権交代選挙、有権者の方は相変わらず中道に続けるわけですが、自民党の方は少し右寄りになっていることが分かります。2012年の自民党が復活した選挙ですけれども、これも相変わらず有権者の方は中道が多い、しかし自民党の議員が右側に寄っているのが分かります。2014年の選挙はこんな感じ、同じですね。で2017年の選挙はこういうふうになっているわけです。でこれをいずれもご覧いただきますと、自民党に投票する有権者はこの右か左かという軸だと、ひたすら中道になっているわけですね。しかし特に2009年以降、その自民党という政党は右派の側に寄っているという傾向がつかめるわけです。次に民主党、公明党はちょっとすみませんパスしますが、すいません、旧民主党ですけれども、2003年のマニフェスト選挙、この時のこれは同じくですね、黒い線が有権者の分布で、青がですね議員の分布です。で有権者はやはり中道になってますが、先ほど少しご説明したことを思い出していただきたいんですけども、有権者の方はですね、自民党よりも幅広いわけです。中道と同じ中道とは言ってもですね、山が比較的低い、要するに有権者の分布っていうのはより自民党よりさらに広がっていることがわかるわけです。で議員の分布もですね、中道の方がいるわけですが、自民党と比べて山が低いことがわかります。でこれ郵政選挙の時ですね、やはりこれも中道寄りですが、山はそれほど高くない。で2009年の政権交代選挙、これに投票している民主党に投票している有権者はやはり中道寄りなわけです。でしかしその議員の方は多少左派側と、ただしかしこの山はやはり低い。で2012年ですね、これはですね少しさっきより山が高くなっているところがあります。これははっきり言ってしまうと、その2012年の選挙はですね、自民党の方が勝っているわけですから、民主党に投票している、候補者、有権者はですね、比較的少ない。でその中で、分布が詰まってきているという理解だと思います。2014年のアベノミクス選挙も同じような形。で、これ2017年ですね。基本的に有権者はですね、ほぼ中道。で、民主党は自民党と違って、やや左派寄りになっているということがわかるわけです。で有権者とですね、政党両方ともに分布がなだらかになっている傾向があります。で、この、その東大朝日調査のこのウェブサイト面白いのは、もう一つ、有権者の動きも見ているわけですね。で、この有権者はですね、この左右の軸で見ると、ほとんど動いてないことがわかるわけです。これは、それぞれの政党に投票した、有権者ではなくて、全有権者を見ているわけですが、すべての有権者を見るとですね、この2003年のマニフェスト選挙から、2005年は調査がないわけですが、2009年、2012年、2014年、2017年とほとんど動いてないことがわかります。つまり、有権者の方は一貫して中道で、あまりこう、その政党のイデオロギーに反応しているというわけでもないということがわかるわけですね。で、その中で、例えば最近出た絵本、私が宣伝するのもおかしいですが、イデオロギーと日本政治、非常に素晴らしい本だと思いますが、この本でですね、一つ重要な指摘をしているのは、世代によって保守と革新の認識が違うというような話があるわけですね。特に若い世代は、その維新とか自民党が革新であって、で共産党や公明党、民主党なんかを保守というふうに認識しやすいと。でこの従来の保守革新という認識枠組みはですね、まさにこの右派左派、護憲改憲
改憲護憲化というものと重なるところがあるというふうに理解されていて、保守は右派で、改憲よりで小さな政府を志向する、革新は、護憲で、大きな政府を志向する、まあ、そういう形でですね、特にこう、まあ、あの年代が高い層は認識しているわけですけど、若年層は必ずしもそうでもないと。でこの本の、まあ、主張を見るとですね、特に市場競争を擁護する政党のことを革新というラベルと結びつけていて、まあ、その市場競争に対して否定的な政党を保守として認識している傾向があると。で他方でその従来の右左みたいな右派左派みたいなラベルはですね、どうも若年層が利用してないんではないか。でこれはですね、実は伝統的な左右のイデオロギーとは違う新しい対立軸というふうに理解すると、先ほどの朝日新聞の調査ともですね、整合的に理解できるのではないかということを申し上げたわけですね。従来はその有権者のイデオロギー位置はほとんど変わってないにもかかわらず結果が全然違ってくる。で実はその左右のイデオロギーの裏にこう他の対立軸があるんではないかと。それをこうまあ解釈すると、日本政治の見通しが違ってくるんではないか。でそういう形でお話ししたのが実は先ほどの、このですね、生活保障と社会的投資というものを入れたような新しい軸での理解だったわけです。でこの、早稲田のですねグループが、まあ、集めているデータを利用して今お話ししたような、その生活保障と社会的投資という軸を加えた2つの軸でのですね政党位置というものも、まあ明らかになっているわけですね。それがまあこの次のまあグラフになるわけです。皆様のレジュメの方にもくっついているグラフでありますけども、これはその早稲田大学の研究者を中心とした政治的意見と公約のマッチングサイト、今回の参議院議員選挙向けに作られているものですが、そこではですねその保守とリベラルという軸とですね社会保障重視と市場重視という軸をまあ2つですね立てる形で政党の配置をしています。でこのですね真ん中の、まあ、いいあの真ん中のまあ人が横に向いてますけども、本当はこれは縦にあの元の図はリベラル保守っていうのが縦軸だったんですけど、先ほど の、まああのグラフと私の方でご用意したグラフと表側をまあ合わせるために、右に90度回転してます。であの真ん中にですね一応人間のマークがありますが、これはその私がですね全ての答えにどちらでもないというふうに回答、あのこの政策位置を知るためのアンケートの全ての答えにどちらでもないと回答した時の有権者の政策位置があの真ん中になります。でその真ん中に今有権者一応いるわけですけど、これをご覧いただくとその自民党とですね維新の会が真ん中の方にいるわけですね。自民党は多少こう保守寄りで社会保障重視、まあ、先ほどの私のグラフもご覧いただければと思いますが、で日本維新の会は、その市場重視の傾向が他より強い。で、まあそのまあ、保守かリベラルかというと、まあ、我々その、まあ、保守の感じをですね、印象を持たれている方は少なくないと思いますけども、その政治家調査政党調査をすると、まあ、そこまでこう右寄りという感じでもないと。でそれに対してその野党のグループはほとんどがこの左派リベラル側でかつ社会保障重視、まあ、生活保障の側に寄っていると、非常にこう狭いところで競争しているのが分かるわけです。でこういったまあその図からですねどういうことが分かってくるかというと、その現在日本政治が抱える大きな問題の一つというのは、実は議会に代表を送り込んでいる感じを持っている有権者の減少というふうにも理解できるんじゃないかと。つまり、まあ、そのしばしば、メディアではですね、右傾化みたいなことがよく言われるわけですが、政党ベースで見ると、こういう形でですね、右側がものすごい空いてるわけですね。自民党より右の政党っていうのがあんまりこういるように見られてない。同時に、自民党とか維新の会よりも市場重視だというふうに言われている政党が、あんまりこう見当たらないというのが現状の認識なわけです。でそうするとその
なんて言いますか、例えばメディアの論調の中で右傾化っていうとこう右側の人を支持する人が多いっていうふうに思われてるかもしれませんが、実は右側の人たちっていうのは自分たちに合った政党が自民党以外いないって感じてるかもしれない。そして市場を通じた改革を重視する。でこういう人たちはやっぱり自民党とか維新ぐらいしかなくて他の政党がないって感じてるかもしれない。こういったオープンスペースがあるっていうのがまあ分かるわけです。他方で、この図が示しているのが、まあ、まさにそうですが、この左派かつですね、生活保障重視、この左上の第二証言、ここはめちゃくちゃ混み合ってるわけですね。でもうそのほとんどの政党、ほとんどの野党がここにいて、もう凄まじく過当競争をしているというのが分かるわけです。でここの支持者がですね、まあどこの政党に入れようか、すごいこうまあある意味で贅沢な悩みをできるわけですね。でこういったものが実はその問題の根底に代表される有権者と代表されない有権者の対立みたいなものを生み出しているところがあるんじゃないかというのが私の理解であります。で民主党っていうのは実はそれまで部分的に代表されてなかったような代表有権者を代表しようとしているところがあるんじゃないか。具体的にもう少し申し上げれば、私の理解ではそのそれまで代表されてこなかった有権者っていうのはどっちかというとこのリベラルかつ市場のグループですね、市場を重視するようなグループを代表しようとしていたところがあったんではないか。しかしながら、まあ、結果としてはあまりうまくいかなかった、失敗したというように、まあ、評価されるところがあります。その後民主党の後継政党というのは、まあ、従来の野党に近いポジションですね、左上といいますか左派かつ生活保障という、まあ、従来の野党に近いポジションを取ると。でこういう状況だからこそ自民党とか維新は非常にある意味有利なわけですね。右側とこう市場寄りの政党がオープンスペースになっているので自分たちが右側だっていうとか市場を重視するというポジションを取るとそこに政党を持ってない有権者っていうのは自民党とか維新を支持するしかないという状況になるわけです。でここの支持を獲得しやすいわけですね。で、こうやって見ると、今回、まあ、参議院議員の選挙で、まあ、令和新選組と並んで、まあ、一つトピックとなっている、NHK から国民を守る党ですね。N 国と書いてますけど、公約信者も理解しやすいわけですね。まあ、どちらかというと右派だというふうに考えられているわけです。まあ、ものすごく過激なことを言ったりしているわけですけども、そこの右派、実は自民党しかこう支持がなかったと。自民党しかこう投票する対象がなかったと考える人たちにある種選択肢を出しているわけです。でそうするとそこにですね飛び込んでくると、まあオープンスペースで、まあ、ある程度の票を取ることができる。でそれがですね政党要件につながることになる。で結局こういった形でですね非常にこうなんかまあ一部でものすごいこう政党が混み合ってでそれ以外の部分ではオープンスペースになっているというと要は有権者とあるいは有権者のグループと政党のつながり、政党システムを作り出すような、有権者と政党のつながりというのがどうもはっきりと、その全体的にはないわけです。でそうすると、その有権者の多くは、自分たちは政党に代表されていないという感覚を持っている。で他方でこのまま続いていると、その有権者のグループを、特定の政党が代表するという形での政党間競争の編成が起きていないというのが、おそらく現状の問題なのではないかと、再編成が起きてないという問題があるんだというふうに理解しているわけです。で、これはですね、まあ、じゃあ、少し、もう少しこっちの話を先にすべきだったのかもしれませんが、じゃあ、ここでお話ししているような新しい対立軸としての社会的投資は何だったとは何なのかということを改めて考える必要があるわけですね。で、それはおそらく、まあ、ヨーロッパなんかの議論、で、それから日本でも行われてきた議論っていうものを考えると、議論のポイントは、受益と負担の一致みたいなところにあるのではないかと。受益と負担の一致というのはなかなかわかりにくくて、しかも曖昧な概念ですけども、例えば個人、一時点で見た時の受益と負担の位置っていうのは、まあ、対価を払ってサービスを購入することですね。そういったものに対応する政策っていうのは例えば民営化なわけです。民営化というのは当然こう、まあ、物を売るわけですから、まあ、一般民間企業が物を売るわけですから売るときに当然対価をもらうわけですね。その対価をとしてこう金銭をもらってサービスを提供すると。で、あるいはその一時点の個人の決定じゃなくて、
その維持転換、もっと長いスパンで考えていくと、例えばその個人年金なんてものは、ある種こう受益と負担を一致させるべきだっていう非常に強い発想に基づくわけですね。その人が立て替え、その積み立ててきた貯金を使って、年金を使う、まあ払ってもらうんだ。まあそういう発想です。で、他に見てみると、例えば地域レベルで受益と負担を一致させるというとですね、その地方自治体は、その国からの補助金とか交付金に頼るんじゃなくて、自分たちの地方税で、その必要なサービスを賄うべきだと。まあ、地方分権とか連邦制の発想っていうのは非常に近いわけです。で、こういったまあ受益と負担っていうのは、例えばそのどの範囲で受益と負担を一致させるかによって、もちろんこの議論も全然違ってくるわけですけど、いろんなレベルで受益と負担の一致っていうのは考えられるわけですね。で、こういったことを前提に、じゃあ社会的投資っていうのを見てみると、まあある種ですね、まあどのレベルかっていうのはあるわけですが、個人じゃなくて、まあ社会っていう単位で受益と負担っていうのを一致させる。具体的に言えばですね、その社会で何らかの負担を行って、で、将来、その負担よりも大きな受益を生み出そうっていう発想なわけですね。具体的に、まあしばしば取り上げられるこの点の政策っていうと、保育であったり、高等教育。それから、まあ、職業教育ですね。いわゆる積極的労働市場政策というやつです。で、それから、実は介護なんかもこれに当たります。介護っていうのは、その単に、その、例えば私が、年を取って、一定以上の年になった時に介護を受けるっていうだけじゃなくて、その、まあ、なかなかこう、ちょっと言いづらいところではありますけども、その、親の介護をしなきゃいけないっていうのは、労働者にとってリスクなわけですね。そのリスクを、社会の方に負ってもらう。代わりに、その、まあ、労働者が働いて、社会に対して、こう、まあ、メリットを生み出すと。そういう発想で、介護もここの箱に入れられたりするわけです。で、さらにこの社会的投資というものが重視されているのは、こういった、まあ、その、教育とかですね、人的資本の蓄積というものを助けることによって、そのグローバル経済の中でですね、その経済的な活動を活発にしていくっていうものがもちろん一つ狙われていることですけど、それに加えて社会的投資みたいなものが重視されるのは、従来の生活保障だけだとですね、その税金を納める人たちがそれだとこう社会的な受益がないじゃないかって怒ってしまうっていうような背景もございます。つまり自分たちの税金が有効に、まあ、この有効にってのはなかなか難しいところですけども、有効に利用されていると思いたい。つまり誰かが使ってそれでおしまいではですね、税金を払いたくないっていう感覚が出てくるわけですね。自分たちが払った税金が有効に利用されると。そうするとですね、じゃあ私も税金払っていいよという形で、まあ、納得してくれる。で、そういう人たちのためにこう社会的投資というものを政府が強調せざるを得ないという局面が出ているわけです。これは特に、まあ、日本というよりはヨーロッパの文脈でもというふうに言うべきかもしれませんけども。ですから、単に税金がですね、負担になるだけじゃなくて、将来、そのあなた方のメリットにもなりますよという形で説明する。で、当然そうすると、まあ、その、そういった将来のこうリターンみたいなものをあまり期待できない層、例えば高齢者とかそれに当たるのかもしれません。そういった人たちに、その税金からですね、サービスをするよりも、例えば幼児教育に回そうみたいな話になってくるわけですね。それがまあ、要は社会的投資と生活保障の対立という形になるわけです。で、まあ、ものすごいデフォルメしてしまいますと、こう、その生活保障って何言ってるかというと、従来の言葉で言うと、エコひいきみたいなものなわけですね。こうある特定の支持層みたいにですね、なものに、その政府が生活の保障を約束すると。日本の文脈で言えば、例えば、まあ公共事業がですね、生活保障に使われるっていうのは、まあこういう文脈で使われてきたことが多いわけです。で、これはまあ自民党側、右派側が行うですね、その生活保障ってなると、まあ公共事業がそれに当たるっていう批判がすごく多かったのは90年代後半ですよね。で、それに対して、まあ、その、まあ、社会的投資の方はですね、まあ、しばしば、こう、ばらまきだというふうに批判されるわけです。誰か特定の人たちに、そのサービスを提供します。特定の困った人たちに提供しますっていうよりも、こう、将来の可能性がある人たちにバンとお金出しますよと、投資します。で、もちろん投資ですから、うまくいかなくて失敗することもあるわけです。失敗すると、こう、無駄だったと。無駄な投資。で、これ、ばらまきだというふうに批判されてしまうわけですね。で、こういう、まあ、ばらまきとエコひいき。まあ、どっちもこう、なんか非常にこう、悪い言葉に聞こえますけども、この両者を選ぶみたいなところにも、でもあるわけです。で、
しかもこの、まあ、ばらまき型、まあ、生活保障、あ、ごめんなさい、社会的投資型のですね、政策、サービスを重視するべきか、エコひいき型、まあ、生活保障型のですね、政策を重視するかっていう、まあ、二つの選択だけじゃなくて、この裏にはですね、その、これから先、こう、財政、政府の規模、財政の規模を増やしていいんだろうかっていう問題もくっついてくるわけです。で、これまでですね、まあ、その、まあ、特に政治改革以降、2000年代の、まあ、日本の財政が厳しいという状況の中では、財政負担は増やすべきではないという発想が強かったわけですね。そうすると、まあ、その、対立の仕方っていうのはおそらく2つになっていて、一つは、あるエコひいきから別のエコひいきに変えましょうと。要するに政権を取ることによって、今までこう生活保障してた人たちにはもう上げられないけど、他の人たち、私たちを支持してくれる、別の人たちに、まあ、生活保障しましょうみたいな、こういう発想で対立することがあるわけですね。これ例えば、まあ自民党内の対立なんかが、まあその典型的、昔のですけどね、典型的なものだったと思いますし、自民党と野党が、まあこういう対立をする局面であった。特にこれは政治改革前、そういう局面はあったと思います。で、最近の、まあ、民主党による政権交代みたいな文脈を考えると、これはですね、エコひいき対ばらまきみたいな。要するに政府の規模は大きくしない。もうこれ以上こう増税もしないし、その借金を増やすことも、避けたい。そうすると、まあ、もっと増やすことはできないわけですね。しかし、その中でエコひいきをやめて社会的投資、成果投資をやめて社会的投資にしましょうっていう対立もあったわけです。これはおそらく旧民主党が自民党を批判した時の対立の仕方。要するに従来、その、まあ、事業仕分けなんかそんなやつですね。自民党がやってきた無、まあ、無駄だとされる事業をやめて、例えば子ども手当に変えましょう。まあ、こういう発想です。維新もこういう形で自民党を批判したりします。で、それがですね、まあ、現在の対立はですね、その、まあ、先ほどもご覧いただきましたように、野党が、私がご用意した図で言うと、その左上の証言に集中してるってこともあって、ちょっとまあエコひいき対エコひいきみたいな感じが強いように思いますが、今回のその、まあ、参議院選挙はちょっと別の特徴もあったんじゃないかと。一つは、エコひいきと、まあ、従来のエコひいきというものをある程度前提に、新しくたくさん生活保障しましょうみたいな主張する人たちがいる。要するに、まあ、財政拡大してでもいいと、消費税廃止してでもいいというふうに言ってる人たちがいるわけですね。まあ、れいわ新選組ですけども、そういう、まあ、財政負担をですね、新たに求めても、生活保障を増やしていこうっていうグループが出てきたのは、おそらく一つ今回の違い。で、さらには、安倍政権、あまりちょっとここまで触れてませんでしたけど、自民党の方の安倍政権の方も実はですね、今回、消費税を上げることにはコミットし続けてるわけですね。消費税を増税して、財政負担を拡大して、で、そこでやるのが、例えば保育無償化なわけです。まあ、ばらまきというとなんかすごくこう、聞こえは悪いですけども、まあ、従来の生活保障というよりは、社会的投資を強調したようなことをやりましょうというのが安倍政権。だから従来の対立とちょっと違うっていうのが、まあ、一つ今回参議院で見られたことなんだろうというふうに思います。ね、これはちょっとまあやや余談にもなるんですけども、その保育無償化っていうのはすごくこう、まあ評価のしづらい政策であるとも思います。で、その保育とか幼児教育というのは今までお話を申し上げてきましたように、まあ社会的投資と言われる政策の典型だというふうに理解されるわけですね。親世代の就労とかキャリアを維持しつつ、その幼児教育によって子どもの獲得能力を向上させると、社会的なリターンを増やすみたいな政策だというふうに理解されるわけです。しかし、無償化っていうのが一緒についてくるわけですね。これはなかなかトリッキーな話でありまして、無償化っていうのはですね、結局その保育が必要と認められている人に限定して、その人たちサービスしますよっていう、ある種のこう、まあ、さっきのこと、デフォルメした言葉で言えばエコひいきみたいなところもあるわけですね。具体的に言うと、例えば専業主婦世帯なんかを排除されてしまうわけです。で、じゃあどういうふうにやったら、まあ、その、ばらまきになるのかって言ったら、例えば専業主婦世帯みたいなものにもお金をですね、出して、彼らが保育サービスを買いやすくするとか。まあ、そういうのはおそらく社会的投資で、まあ、考えられる発想なんだろうと思いますが、そういうわけではないと。
でしかもですね、その市場型の改革っていうのとも社会的投資は親和性があるというふうに申し上げてきましたが、この無償化っていうのはですね、必ずしも市場の利用とはちょっと違うわけです。具体的に言ってしまうとですね、質の高いサービスであるとされる認可保育園の方がですね、無料になって、質が劣るとされる、無認可の方がですね、高い、ものすごい高いわけですね、有料で。でそうすると、市場を使うんだったらですね、価値が高いものの方が、値段が高くなって、価値が低いサービスは値段が安くなるみたいなことが想定されるわけですけど、そういう形で市場を利用しているわけではない。いうわけですね。で、こういうちょっと非常にこうトリッキーな政策ではあるわけですけれども、社会的投資というふうにも理解されているところがある。実際そういうふうに訴えた政党も今回は言ったわけです。で、そういう形で自民党の政策を改めて見てみると、消費増税による保育無償化っていうのは、実はその他の野党とは違って、ここで申し上げていたような、オープンスペースですね。ここで言うと左下の方です。そこに訴えかける政策であるというのは、おそらく言えるだろうと。自民党とか維新の方がですね、オープンスペースを見て、政策を訴えかけているところがあるんだろうと。しかし、それがですね、全体的な有権者と政党の関係の結び直し、政党の再編成みたいなものには、なかなかつながってないというのが現状で、おそらくそこに今多くの人がフラストレーションを溜めているんではないかと。で、その上で、じゃあ一体何が、そのフラストレーションを作り出しているのかっていう時を考えた時に、もちろんそれだけではないんですけども、その選挙制度を中心としたいくつかの制度がその再編成のボトルネックになっているんじゃないかということをお話申し上げたいところなわけです。今までご説明してきた政党政治の愛路っていうのは、一言で言ってしまうとですね、負担して投資するみたいなことをですね、困難にしているところがあるわけですね。今回自民党がそれに近いことをしているわけですが、左派でかつ社会的投資をするみたいなグループってなかなか出てこないわけですね。で、これが出てこない理由というのは、負担もですね、投資も、かなりのですね、政党としての集合的なコミットメントがいる。これどういう意味かと言いますと、負担しますっていうと、ただ政党という単位で負担しますっていうと、どうしてもその中に、いや私は負担は反対ですっていう議員は絶対出てきます。そういうふうに言った方が有権者に受けるあるわけですね。私は反対なんだけど政党は言ってますっていう議員は絶対出てきます。ですから、そういった本来有権者が望まないかもしれないこと、有権者が反対するかもしれないことを、議員たちに従わせないといけない。で、これが、コミットメントが必要になるということですね。特に、負担という局面では、様々な形で、所属議員はですね、あまり望まない。有権者にいい顔をしたい。そこで、集合的なコミットメントをするのはすごく難しい。で、投資も同じなわけです。投資というのは、今までお話ししてきたように、生活保障であれば、特定の人たちに対してきちんといい顔をできるわけです。私たちのおかげで、あなた方にこういう生活保障ができたんだというふうに言えるわけですが、投資の場合はそれが言えないわけです。不特定多数が相手ですから、誰にですね、具体的にメリットがあるのかっていうのは終わってみないと分かんない。そうすると、じゃあ投資をするより、生活保障した方が直接票になるわけですね。で、そうすると、これもやはり議員個人ベースで見ると反対しがちなわけです。で、そういったものを乗り越えて、議員のグループをまとめて政党として集合的なコミットメントをする必要があるわけですけども、しかしこれが難しいというのが現在の選挙制度なんではないか。で、その選挙制度がボトルネックになっているんではないかというのが、あと10分ぐらいで申し上げたいことですね。で、現在の選挙制度、その特徴を今お話ししたようなことを中心にまとめると、非常にですね、個別化した支持者に対して、生活保障しましょうという思考が強い。しかも、農村へのですね、バイアスというものを持っている制度というふうに、まとめることができます。で、しかもそれだけではなくて、例えばある政党が、その政党としてのコミットメントをして、その負担投資をしますというふうに言っても、そういった政党に対して都市部だけでですね、極端なライバルが出てくる可能性がある。そういうような、その選挙制度っていうのが、現在の日本の選挙制度なんではないか。
だから全国レベルで、いや負担して投資しますよ、言ったような政党というのが、なかなか求心力を保ちにくいというふうに考えています。で、一つはですね、まず選挙が非常に多いことですね。で、国政選挙で見ると、まあ、衆議院、参議院があり、地方ではですね、首長選挙、都道府県議会、市区町村議会というのがあると。で、これがまあ散発的に行われるわけです。それぞれバラバラに行われて、まあ、いわばですね、それぞれの選挙ごとにですね、全然違う公約が用いられるわけですね。中央選挙だというふうになると、こう、例えば国政政党が入ってきて、その、地方にもかかわらず、こう、なんか全国的な公約とか言い始めたりするわけですね。で、そうすると、有権者としてはですね、まあ、その政党の、こう、まあ、公約とか約束って何かよくわかりにくいですし、政党自体もですね、その、長期にわたってある政策にコミットすることはすごく難しくなってしまうわけです。選挙があるという理由で。で、しかも、この選挙は中でですね、本当にこう多様な形で行われるわけですね。で、この多様さが、その集合的なコミットメントを困難にしているところがあります。具体的に見ていきますが、一つは衆議院ですね。衆議院議員の、まあ、小選挙区比例代表並立制という部分ですけども、まあ、小選挙区はいいわけです。ある比較的、まあ、単純な選挙制度なんですけども、しかし、比例の方と並立一緒にしているということで、何が起きているかというと、まあ、小選挙区部分の比例をですね、まあ、同時に複数の政党が協力できるといいんですけども、この小選挙区比例代表並立制というものを取ると、その、本当はですね、小選挙区で勝てないと思ってるんだけど、比例代表で票を掘り起こすために小選挙区に入っていくっていう政党が、まあ、どうしても出てきてしまう。で、これは分裂傾向を強めるというのが、まあ、考えられるわけですね。言い方を変えると、その、小選挙区比例代表並立制の、こう、並立制の、並立比例部分があるために、こう、小政党が残り続けると。いうインセンティブを持たせてしまっているところがあるわけですね。で、もちろんこの小さい政党は自分たちの支持者との関係っていうのを持っているわけですから、自分たちの支持者に対して、当然こう望ましい政策っていうものを訴えようとする。そうすると、そのより大きな枠組みですね。例えば二大政党みたいな枠組み、二大政党ブロックみたいな枠組みで考えたときに、その政党ブロックが非常にこう分裂的になってしまう、フラグメンテッドになってしまうという問題を起こしてしまいます。で、さらには、まあ、今回もあったような参議院議員選挙ですけども、この制度はですね、まあ、本当に様々な批判がありますが、中小比例混合制って本当にこう、多分世界的に見ても最もわけのわからない選挙制度の一つだと思いますが、その選挙区レベルではですね、その小選挙区の部分があり、中選挙区の部分があり、で、かつその比例代表の部分があり、それが並立しているっていう、本当にまあ、珍しい選挙制度ですが、しかもこの中でですね、重要になってくるのは小選挙区だというのが、まあ、注目の一致するところなわけです。というのは、2人区以上はまず数が少ない。で、その上に、非常に無風になりがち。まあ、今回の広島県選挙区みたいにですね、自民党が2人出して、それと野党が戦っているとか盛り上がるところもありますが、多くのところは、まあ、その、政権党ブロックとですね、野党ブロックは、まあ、その、議席を分け合って、まあ、ほとんど差が出ないというわけですね。で、まあ、その典型は本当に2010年通常選挙なんですけども、この農村志向は強まるというのは、このグラフをご覧いただければわかりますが、FPTP というのはつまり小選挙区部分で、SNTP は中選挙区部分で、PR は比例部分ですね。この比例部分のですね、得票を見ると、明らかにですね、2010年の参議院選挙は民主党の方が自民党よりも取ってるわけです。で、さらに、中選挙区部分で見るとですね、ここでもやっぱりですね、民主党の方が自民党より、まあ、だいぶ取ってる。これはもちろん都市バイアスもありますが。で、しかし、自民党はですね、その、FPTP、小選挙区部分で、まあ、新勝というとあれですが、まあ、民主党よりも票を取ってる。そんなに差は出てないわけです。しかし、議席で見ると全然違うわけですね。その、小選挙区部分で自民党はですね、民主党より13議席上回って、結局これがもうほとんどその参議院の奇数、2010年の選挙の奇数を決めてしまった。つまり農村の方、まあその、いわばその先ほどの文脈で言えば、その将来の投資というよりも比較的生活保障を重視しがちな農村の方で、政党がですね、そこを強調する、その関心に応えるような、政策を打つことを、まあ、参議院が促している。で、そうすると、じゃあ負担して投資。という政党がなかなかですね、一致しづらい。
そういう問題を引き起こします。でさらに地方選挙でも同じですね。これはまあ都道府県選挙のレベルで見ると、農村部ではですね、一人区を中心に自民党が強い。で都市部では、定数が大きくなって野党が分裂的、まあ参議院と全く同じことが起きているわけですね。で、まあ結局こういう政党、まあこういうまあ、農村、都道府県の議会の選挙制度を見ると、一人区ではまあ非常に自民党が強い。で、都市部のこの出てるグラフですけど、これは何を言いたいかというと、まあ、例えばですね、2011年の選挙なんかで見てもですね、国政ではもういなくなった社会党が結構残ってるわけですね。5人区以上の、まあ、その選挙区を見ると、社会党とかですね、みんなの党とかですね、まあ、2007年では、まあ、新進党みたいなところが残ったりして、これはまあ、石川県なんですけど、そういうその本、国政が見えなくなった政党までですね、都道府県で政党が存在してたりする。で、もちろん無所属もすごく多い。そうすると、どうしてもですね、個別の有権者の利益に反応する人たちというのが都市で出てきてしまって、それが一つの塊にならないという問題は都道府県でも強い。で、そうすると、都道府県の議員も含めて一致して、例えばその国政レベルで、負担をお願いするけど、投資していきましょうという政党を推すということにはなかなかなりにくいわけです。で、加えて、その難しいところは、国政レベルで、じゃあその負担して投資しましょうというようなことを言う政党、さっきお話したように2009年に民主党は、まあ、そういうところがなかったわけでもないわけですけども、そこは別のところからも競争相手が出てくるわけです。まあ、地方の政令市を中心とした都市です。で、これは地方レベルでのですね、その全国レベルの政党に対する新たな挑戦者が出てるわけですね。このまあ、写真をまあご覧いただければどなたかというのはまあわかると思いますけども、この小池さんとかですね、橋本さんとか河村さんとかいう人たちが出てくるわけです。で、この人たちがなんでですね、その、まあ、議会、その、彼らの持ってるというか彼らの自治体の議会なんかでもですね、躍進できたかというと、明らかに他のですね、都道府県、市町村の議会と比べて、その政令市を持っているところ、まあ、東京都も特別区も含めてですけども、そこの選挙区定数が他と比べて非常に小さいという特徴があります。もうその典型的なものがですね、大阪府なんですけども、大阪府はですね、もう選挙区定数が1か2のところがほとんどなわけですね。そうすると、全部選挙区定数が1のところで、維新が勝って、で、定数2のところで、一応1議席ずつ持っていけば、もうそれだけで過半数取れちゃうわけです。で、そういう議会は、実はもうほとんど大阪しかない。で、そういうところではですね、まあ、橋本さんとか、まあ、維新の人たちっていうのは、まあ、その有権者に対して、維新で行きますか、そうじゃないので行きますか、みたいな選択を迫る中で、勝っていくと。で、こういう人たちはですね、都市部にしか、その対象がいないわけですから、都市志向、社会的投資志向を強めることもできる。そうすると、こういう政党がですね、その、中央レベルの民主党みたいな政党に対して非常にこう脅威になってくるわけです。実際、維新はですね、その大阪の地方レベルの民主党っていうのはほとんど追い出しちゃったわけですね。入れ替わってしまっているということが起きています。で、そうすると、やはりですね、こう、中央レベルの、まあ、先ほどオープンスペースというふうに申し上げた、左側のオープンスペース、左側でかつその市場志向みたいな政党というのがなかなか存続しにくいというのがわかるわけです。代表伝でもですね、追い出されてしまうと。で、それで結局国政政党はまあ個別利益志向をどうしても取らざるを得ないという現状が生まれているわけです。で、これをまとめますと、結局何がボトルネックになっているかというと、その代表されないというふうに申し上げてきた有権者をですね、中でどうしても引き裂いてしまうと。要は政党を分裂させてしまう選挙制度になっているところがあるわけですね。まず、参議院とか地方議会は典型的ですけども、非常にまあ、定数が大きくて、あるいは、まあ、その農村の一人区で、個別利益志向が強いというわけですね。で、さらに、都市部だけで、その、まあ、社会的投資みたいなことを主張する、新党っていうものを生み出すような政党でもあると。しかしこれ難しいのは大阪維新の会なんかは全国で難しいっていうのとも同じ理由ですけども、
最終的にはそういう政党はどうしても自分たちの特定の地域を見てしまうわけです。大阪維新だったら大阪だけとか。そうすると全国レベルでそのまあ社会的投資みたいなものを考えるかというとなかなかそこまで行きづらいという問題があります。でそうするといろいろこうさまざまな制度があるわけですけど、まあ、衆議院の小選挙区部分だけでしかですねこうその政党ラベルで政党の名前で戦っているところがないというふうに言ってもいいかもしれない。あとはみんな議員がですね個人で有権者との関係を作り上げてそこでまあその選挙を戦うという傾向が強い。そうすると選挙を通じてこう政党が議員たちを統合してこう集合的なコミットメントをするというのが非常に難しくなっている。これがまさにボトルネックになっているんじゃないかということを申し上げたいところです。でただですねこういった選挙制度、まあ、私個人はいいところだとあまり思わないんですけどいいところと見えなくもないわけです。一つはそれは何かというとある種これがあるから実はポピュリズムのファイアウォールになってるんじゃないかっていう見方もできるわけですね。つまりその現状の政権政党に対して批判的な人たちが集まってこう野党として支持を訴えて非常にこうポピュリスティックなことを言う、ある種の普遍的な利益を言ういうようなことはすごく難しいわけですね。だからこそその日本はですね他の国と比べてそのポピュリストがあんまり台頭してないとかいうふうに言われるわけですが地方レベルで一応クリア可能な部分はあるわけです。例えば選挙定数が少ないとかだったら、まあ、議会さえなんとか抑えればいけるというところはあるわけですけども逆にその地方に特化すると今度はその地方あなた方がその注目してるのはその地方だけですよね言われてしまうと今度は全国に進出するときのハードルはかえって高くなってくる。でこういった非常にこう入れ子になっているような制度がポピュリストの進出みたいなものを抑えているところがあるのかもしれない。でこれはまあそのいい点だとはあまり思わないんですけどもそういう評価も不可能ではない、まあ、それを、まあそう評価すること、まあ、そういう評価を許すほどにですね、その政党が集合的なコミットメントをするのをすごく難しくしている制度の組み合わせなんだということをお伝えしたいと思います。でこういったまあボトルネックを踏まえてじゃあ将来、まあ、その一応2019年参議院参院選挙の日本で、まあ、民意を読むですから、まあ、あまり読めてないんですけどもこの後のことも少し、数分お話ししたいと思いますがじゃあどうするかというと、まあ、その代表されない有権者というものをですね代表する政党が出現する形で再編成されるためには、まあ、おそらく選挙制度改革は必要なんだろうというふうには思います。でこれはその候補者が個人として有権者と向き合うんじゃなくて彼らがいかに協力するか彼らの協力を引き出すような形の改革というのがまあ望ましいんだろうと思います。政党のラベルで戦うことが可能な選挙制ですね、まあ、そうするとまあ比例のこう比重がもう少し大きくなるというのは考えられるわけです。で、まあ、あり得る改革としては例えばまあその比例代表制の拡充みたいなものはあるわけですが何よりも大きな問題はやはり参議院と地方議会選挙の中選挙区部分ですね。でこれがあるからこそこう政党がまあその将来の政策も含めて集合的なコミットメントをするのがすごく難しくなっている原因だというふうに考えられます。ですからまあここのですね参議院とその地方の方を何とかしなくてはいけないというふうに思われるわけですが、実際はですね、この、部分を変えるとですね、当然現在当選している人たちは大きな影響を受けるわけですから、まあ、反対することが予想される。で、非常にこう、まあ、期待としてはまあしづらいだろうとは思います。で、もう一つまあ考えられるとしたら、例えば選挙の時期を揃えるということがあるわけですね。選挙の時期を揃えるとですね当然こう有権者に対して政党が提示する公約というのは揃うわけです。でその公約っていうのは大事なもんであればですねその毎回選挙ごとに取り替えるっていうのはやっぱり良くないわけでできたら使い回ししてほしいわけです。しかしみんな今は使い回ししないでもですね要するにその度ごとにこう有権者が反応するような公約を出すってことをしているわけですからであればもうその時期を揃えてしまえばいいだろうという発想はできます。で例えばさまあ、台湾なんかだとですね、9つの選挙をいっぺんにやるというようなことをしています。でそうすると、まあ、政党が非常にこうまとまった公約を出して有権者は政党で選ぶというふうになりがちだろうと。ただこれやるとその地方選挙でも非常に国政政党の影響が強くなってしまうのでそれがいいかと言われると私は個人的にはやどうかなと思うところがあります。
で、これについてもですね、やはり議論するのは影響を受ける議員ですから、例えばその、選挙の期間を統一するために、その任期を延ばしますとか言って議員が言うと、有権者が批判すると思うとですね、やっぱなかなか言いづらい。とはいえ、こう先に辞めてじゃあ選挙の時期揃えましょうともなかなか言わない、そういう問題があります。で、そういった選挙制度の方はですね、なかなかちょっと個人的には望み薄だと思うんですが、対立軸の終焉っていうのはひょっとしたらあるのかもしれないというふうには思います。先ほどご覧いただいたように、その2つの軸があるんじゃないか、2つの軸があるって考えたら何となく説明できるんじゃないかっていうことを申し上げてきたわけですが、この軸がですね、修練するということはよくあるわけです。都市農村とかって書いてますけど、例えばその集権分権みたいな話っていうのはヨーロッパとかでもですね、従来はその、右派左派と違う対立軸だと捉えられがちだったんですけど、それがなんとなくですね、こう、現在では右派左派っていうのとこう重なってきている部分があるわけです。でそういう形でですね、その二つの対立軸が直交するんじゃなくて、だいぶこう重なってくるっていうことは考えられるわけですね。でそうすると、ひょっとしたらこう有権者にとってもうちょっと分かりやすい形でこう政治が展開される、その政治的競争が展開されるかもしれない。でその修練のパターンっていうのはおそらく次の4つぐらいがあるわけで、右派と社会的投資が一緒になって、左派対左派の生活保障と戦う、要するにこう、右下と左上が戦うみたいな感じですね。で2番は両方とも社会的投資にコミットしてこう右左で戦うと。3番は右派が生活保障で左派が社会的投資、4番は生活保障両方そうだけど右派と左派で戦うみたいな感じですね。でおそらく2009年の政権交代に至る構図っていうのは、小泉政権っていうややこうなんかイレギュラーな時期はあったわけですけど、民主党はどちらかというとその自民党の公共事業とかそういう無駄なエコひいきみたいなことを批判し続けていて、そうじゃなくてその社会的投資をするんだ、子ども手当をするんだみたいなことをですね主張していたことを考えると、なんとなくこの3番のパターンっていうのはその2009年政権交代に至る構図に近いというふうに言えるかもしれません。しかし、もちろんその安倍後継にもよるんでしょうけど、最近は先ほどからご覧いただいてますように、自民党はどっちかっていうと社会的投資を強調しているところがあるんじゃないかと。でそうするとひょっとしたらですね、財政を度外視する形で生活保障を重視する一番との対立みたいな、最近左派ポピュリズムとかいろいろ言われたりしてますけど、こういう形での対立構図っていうのがひょっとしたら出てくるかもしれない。それはいいことなのか悪いことなのかっていうのはよくわかりませんけども、ひょっとしたらその方が有権者にとってですね、政治を理解しやすくなるとすれば、イデオロギーっていうのはあくまでもそういう政治を理解するための道具でしかありませんから、そういうこう、有権者として理解しやすい状況が生まれてくると、ひょっとしたらこう少しですね、政治的競争のあり方が変わってくるかもしれない。と思います。ただこれはもちろん将来の展望で、私のようなこう大学で政治学を研究している人間が、将来の話をしてもしょうがないとは思いますが、一応その今回の、テーマ上ですね、最後こういう形もあり得るかもしれないということでご提示申し上げたところです。それでこう左派が勝つとか右派が勝つとは分かりませんが、ひょっとしたらそういう感じで形で日本政治が展開される可能性もないわけではないのではないかというふうに考えております。じゃあちょうど1時間ぐらいだと思いますね。以上、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは質問にお受け付けたいと思います。質問される方は挙手の上、ご所属とお名前をおっしゃってから質問してください。ちょっと最初に私から一つ聞いてみますか、はい、皆さんにお配りしているこのレジュメの2枚目の、この4証言のこう分かれてるのがありますよね、この先生 の90度傾けているその下のやつ、ドカンと右が空いてますよねっておっしゃってるんですけど、これはここはすみません、ここには有権者がいるんですかって、ここにこれだけの有権者がいるっていう前提で空いてるっていう、そう思います。ですからご説明したように、私がですねそのアンケートをして、全ての質問にどちらでもないって答えたら真ん中行くわけですね、要するに右派の方により答えると右の方に行くわけですから、で当然そのボリューム的にはちょっと分かりませんけど、その位置だけ考えると、位置は分かるんですけど、位置としては空いてるのは分かるんですけど、ボリュームそんなにいるんかいなっていうのはよく、そこはなんかあるんですか。
そうです。それはすぐにはちょっと私がデータを持っているわけではないので分かりませんが、まあしかし、かなりの精度はいるとは思いますね。分かりました。はい、それでは質問を受け付けたいと思います。はい、じゃあどうぞ。個人会員の川北です。将来の展望でですね、選挙制度の方でね、参院と地方選挙の中選挙区部分をということなんですが、それはまず参院の方は参院の選挙全体と地方の中選挙部分という意味なのか、参院および地方の中選挙部分という意味なのか、どちらですか。まずそれをお聞きして。技術的にはその中選挙区部分だけ変えるのもできるのかもしれませんけど、あんまり意味がないと思いますね。やはりその参議院っていうのが何のためにあるのかっていう議論とセットで考えると、当然比例代表部分を含めてこう変える必要はあると思います。なるほど。でその場合ですね、中選挙部分は当然一人区にしたいということなんですね。私がですか。ええ、それは例えばですよ、参議院っていうのは都道府県の代表だというふうにしたときに、全部一人区にするっていう発想はありえると思いますし、もちろんそれは別に一人区にするだけではなくて、例えばその人口比で割って、その数人、例えば東京はまあ5人出します、で5人はそのまとめて選ぶとかっていうことも可能なわけですし、連携票っていうことも可能だと思います。でいずれにせよ先生はどういう形でのですね、改革を考えられてるんですか。私個人がっていうのは、もちろんありますが、あるいは逆にさらにね、それを通じてどういう実際的な、ね、改革が望めるのかということですね。その辺をちょっと、なかなかいや、あんまりこう根拠がないことを言うのは難しいのですが、いや個人的にはですが、参議院議員選挙、今 の, その衆議院の小選挙区比例代表並立制の方を前提とするならば、小選挙区に近いというか、都道府県代表という形は望ましいのではないかと思います。でただしその時にその参議院っていうのが今の衆議院と同じように、その全ての国政の問題に対して衆議院と同じ権限を持つというわけにはいかないでしょう。やはりその地方に関係する権限に限定するとか、そういった参議院の権能の限定というのがおそらく必要になって、それは改憲が必要だと、筋で言えば必要だと思いますが、例えばですね、その国会法とかそういったようなものから攻めることも不可能ではないとは思います。で、もちろん筋という点から言えば、都道府県にそういう役割を与えるのであれば、憲法に都道府県って書いてませんから、そこも含めて議論する必要はあると思いますが、ただその両院議員協議会のあり方とか、参議院と衆議院の関係とかっていうのは、もう少し技術的に議論できるところはあるだろうとは思ってます。はい、他にございますか。ちょっとじゃあ川上さん。すみません、共同通信の川上といいます。今日はありがとうございました。今回、ちょっと確認的なご質問になるんですけれども、今回の選挙の投票率の低さ、48% というのは代表されない有権者というもののフラストレーション、そこが多かったというふうな分析で見方でいいのかどうかということと、あまり今日触れられませんけど、令和ですね、この令和という政党が2議席ですけど取ったというのは、これは先ほどの4つ のマトリックスで言えば左上の中の過渡競争の中の分取りであったというふうに見るということでよろしいのでしょうかということをちょっと教えてください。後者はその通りです。私の理解でしかありませんが、左上のところだろうというふうに理解しています。でだからもう少しそこについて申し上げると、その左上って言ってもですね、この初め、皆様にお配りしている図では一応そう書いてるんですけど、こう矢印を書いてまして、この人たちもですね、結構右寄りに行きがちというところがあります。これはやっぱ税金上げたくないとかですね、公務員の数を減らすとまだ言ってるわけですから、言ってるところがあるわけですから、そういう右側にこう行く可能性はやっぱあるので、その実際こう
さっき一番最後にお話したようにこう右下対左上みたいになろうとするならば、おそらくその左上にいる人たちが分かりませんが、あくまでも予想はちょっと難しいですけども、こう令和みたいなことが言ってるコミットメントを要するに飲むってことですね。財政拡大してもいいっていう人たちがまとまればそうなるかもしれないということですね。で、一つ目の点ですが、代表されない有権者のフラストレーションがあるというのはその通りだと思います。で、ご紹介した、こちらの、イデオロギーと日本政治の中でも議論されてますが、やはりその特に若年層の選択として、やはりその自民党か危険かになりがちというのはこの状況ではやむを得ないところがあるだろうと。で、まあ、投票率が低いということに対する批判もあるわけですが、しかしやはりその他の野党というのはなかなか選択肢に上がってこなくて、しかも彼らが自分たちのこう、まあ、ために投資してくれる感じもしない、自分たちの生活保障をしてくれる感じもしないとなると、もう自民党かもう行かないかっていう話になるのは私は理解できる気がします。で、それがまあ投票しないというのは、まあ、ある種今おっしゃったようなフラストレーションの発露と見ることもできるのではないでしょうか。はい、他にございますか。はい、じゃあ、TBS のカードでございます。ありがとうございました。この図なんですけれども、まあ、生活保障、社会的投資、縦軸、かさはうは、これは分かるんですが、例えば今、令和の説明が今日少なかったんですけれども、令和なんて生活保障一本やりですよね、左派っていう、税負担増のところは絶対しないというところ、そういう目で見ますと、令和っていうのは、この賃金労働者とか農業事業者、こういうふうな分け方ではなくて、まあ、障害者だったり社会的弱者だったり格差の一番下の方の人たちみたいなところをこう中心としてやってる。これはまあこれから令和が大きくなる、政党になる、ちゃんとした政党になるかどうか分かりませんけど、そこら辺のところはどういうふうな方向を考えてらっしゃいますでしょうか。私これはもう何ていうか私の印象に過ぎないんですが、令和自体はもちろんその特定枠を使うというあたりから、その障害者の方に対するまあ配慮とかそういう話が出てきたと思うんですが、どちらかというとその前まで注目されてきたのはこう若年層とか比較的その非正規の労働者とかそういった方への生活保障みたいなところではなかったかと思います。ですからそこをまあテコにする、その方がまあおそらくボリュームとしては大きいと、ボリュームゾーンであるのはおそらく間違いなくて、でそこにまあ、コミットするというのは考えられるんではないかと。で、左派と書いてますけど、これそのまあ税負担増というのがおそらく、まあ、その伝統的な左派として考えるべきところだと思いますが、結果として、その借金によって政府を大きくするというのも、まあ、大きな政府につながるところがあります。で、全く税負担だけでというわけではないとおそらく思うんですが、そういったまあその借金を通じてその税大きな政府にするということも当然中に入っているとは思います。はい、他にございますか。ごめんなさい、どうしよう。維新のことについてちょっとお聞きしたいんですが、まあ、維新がですね、まあ、大阪地域で強い、まあ、勢力を持つことができているのは、まあ、いわゆる大阪都構想のおかげですよね。で、彼ら一体大阪都構想によって一体何を狙っているのかですね。で、そこの、まあ、証言を見ると大企業とかビジネス専門職、まあ、そういったことが書いてありますから、そういった方向とですねつながりがあるということなんでしょうか。あと逆にね、自民党が大阪都構想に反対している本当の理由は何なんでしょうか。維新側に言わせれば、要するに既得権益を守りたい、つまり、府議会議員だとかですね市議会議員の議席が減るので、それは困るということだけなのかですね、それ以外の本当の理由は何なのかということです。あと公明は、まあ、これはね、彼ら反対したのが賛成に回ると言ったのは単なるまあ自己保身のためでしょうから、これはまあ簡単に説明できるんでしょうけれども、まあ、維新および自民のですねその辺の、本当のところですね、それはどういうことなのか。ちょっと維新が勝ってているのは大阪都構想を推しているからだとはあんまり私は思わないですね。やはりその大阪の中で、大阪って都市をその活性化するっていうようなスタンスがおそらく、
まあ、支持につながっているんだろうと。でその都構想、まあ、しばしば言われるわけですけども、その大阪の話でも言われますが、都構想に関心があるっていう人自体はそれほどまあ多くもないわけですね。で、まあ、何らかの形で、その大阪の活性化みたいなことが言えればよくて、で実際その現状、まあ、彼ら維新の人たちも言ってますけど、その大阪で知事と市長を持ってるっていうのは、まあ、それでところはあるわけです。で私の理解する範囲では、大阪都構想というのはその維新の中の統合にとって極めて意味があると思いますが、その有権者との関係でいうと、私がこちらをお示ししたように、その彼らの言う社会的投資みたいなものの方が効果はおそらくあるんだろうと。でそれを翻ってその自民党がじゃあなぜ大阪で受けてないかというと、そういった集合的なことを全く言わないからですね。でここで言うと、その大阪の自民党はこの右上の省営に入るという形で私は理解してます。つまりそのそれぞれ伝統的な地盤っていうのがあって、その伝統的な地盤と結びついた個人の議員というのが、その、まあ州まあ、何人かいると、そういう存在になってますので、何らかのこう集合的なコミットメントをするわけでもなく、要するに自民党という、まあ、まとまりで戦うと逆に弱くなってしまうわけですね。でそれが、まあ、維新と自民党の大阪でのですね、まあ、支持の違いを生み出しているんだろうというふうに理解しています。はい、公明党はちょっとその、まあ、なかなか、まあ、理解が難しいところだと思いますが、まあ、ただその公明党に関してはそのもちろん政党がどういうことを考えているかっていうのも重要なわけですが、いや基本的にこう連立を他の政党と組むっていう発想が、まあ、その基本線になっていると思います。だから大阪でも、公明党維新との関係っていうのを常に考えているわけですから、その政党独自というよりは他の政党との関係なしに公明党の議論をするのはすごく難しいとは思います。はい、じゃあどうぞ。産経新聞の平田と申します。お話ありがとうございました。今ちょうど維新の会の質問出ましたけれども、今回のその参院選ではですね、日本維新の会が神奈川と東京とで選挙区でですね、関東で初めて1議席取ったというのが一つトピックだったかと思います。でですね、お話の中でその集合的コミットメントなかなか難しいというところで、まあ、維新も一度はですね分裂したりしていろいろありましたし、なかなか大阪以外のところでそのコミットメントを広げていくのも難しいところだったのかなというふうに見ていたんですけれども、 お話をお聞きして思ってたんですけれども、今回のその結果っていうのはその維新がですねその広がっていくその集合的コミットメントのその制約みたいなものを超えて、地域的なものを超えて広がっていく可能性を見せたものなのか、あるいは一方で神奈川も東京も大都市圏であるということで、お話であったところではその社会的投資を、まあ重く見るような都市層であるということでいうと、やはりそれも都市圏に限ったような現象だと見るのか、どういうふうにお考えかなと思います。非常にお答えしにくいんですけど、イエス&ノーみたいな感じなんですが、要は都市部っていうのはおそらく前提条件だったとは思います、おっしゃったように。でただその都市部という前提の中で、結局先ほどからお話したように参議院議員自体、参議院議員通常選挙自体は非常にこう個別的なものを見てしまう選挙なわけですよね。でご案内の通り、その東京の方は音喜多市で、神奈川の方は松沢市ですよね。でその地元にある程度地盤があったと。でその全く地盤がない候補が維新のラベルだけで戦って勝ってたかと言われると私は怪しいとは思います。で結局ある種こう、まあ、フランチャイズみたいなことをしているというのが私の理解で、だからこそ例えばこれから先その音喜多市とか松沢市という、まあ、その関東地方から選出された議員に維新 の政党としての意思を履行させることはそんなに簡単ではないというふうに理解しています。どうぞ。日経の OB なんですけども、現役の時はもうこういう政治問題全然やってないんで、今日こういう話を聞いて非常に面白く感じたんですけど、特に今日の先生のですねキーワード、まあ、いくつかあったんですが、特に代表されない有権者、まあ、私自身も代表されない有権者でしょうがないから、まあ自民党に入れてるみたいな部分があるんですけどね、これを、まあ、まあ、
代表される政党というのをですね出てこないですよね。それをそういう代表されない有権者をまあ掴むような政党というのはですね、まあ、どんな形で出てくるのか、まあ、今日の話をよくまあ反芻して考えればなんか出てくると思うんですけども、その辺いかがお感じになってるかなと思ったんですよ。でこの下の図のこのなんか右の方ですよね、ここはまあ言ってみれば空白、まあ、ブルーオーシャンになってるわけなんで、ここはかなりのその新しい政党にとって、うん、可能性のある分野だと思うんですが、その辺いかがなんでしょうか。はい、まあその富士だけ個人的に考えるとやっぱ比例代表にしてとか思うんですけども、まあそれがなかなか難しい中で、そのどういう形でこう代表されない有権者が出てくるかというと、まあこれ正直これは本当に分からないんですけども、一つはおそらく人格的な結合っていうのはあるんだろうなというのは思います。つまり個人のリーダーをこう誰か好むと、そんなリーダーが出てくるのかちょっとよく分かりませんけども、そういうタイプの結合の仕方がないわけではないので、まあその可能性がないとは申しませんというのが一つです。でもう一つ、そのまあ右側が空いてるみたいなことはお話しした通りでありますが、確かに右側の方が結構有望なんですよね。でその市場の方はないわけじゃないんです。維新にしても昔の民主党にしてもやろうとして、でもなかなかそれが続かないっていうのが問題なので、で自民党もやってるわけですし、で実は自民党より右側が結構空いてるっていうのがまあ現状の話で、ただその右側の政党が入ってきたときに、そのなんていうんですかね、こうその政党がポピュリスティックにこうみんなまとめるかと言われると私はあんまそうは思ってなくて、でそのあるこれシナリオの話はよくわからないんですけど、あり得るとしたらその右側が入ってくると自民党の側もひょっとしたら分裂するかもしれないなっていう、まあでも政権についてる限りはあんまないと思いますけど、その右側の陣営がもし分裂してくるとひょっとしたら競争の仕方が変わってくるかもしれないと思います。そうしたらその要するに従来はその見られてこなかったまあ社会的投資を主張する人たちも含めて、そこをまあ代表しようとする政党が出てくるかもしれない。で現状は結局その自民党がかなりその、まあ、多方面に対してその幅広くこう周りを見ながら支持を伸ばそうとすることができる環境なわけですね。その先ほどのこうこの図なんかも典型的にそうだと思いますけど、自民党にとって非常にこう有利なポジションにあって、で要はその何らかの形でこう政権交代があって自民党がこのポジションを取りづらくなると話が変わるかもしれないと思いますが、逆に言うとこう政権が続く限りはなかなか難しいとは思います。あまりこうちゃんとしたお答えになってないと思いますけど、はい、若い層が自民党的なあれを、まあ、革新だと見ているというおっしゃってましたね。それは今他の調査でも出てますよね。でその辺が一つのなんかあれきっかけというかブレイクスルーというか、その若い世代が、はい、今非常に投票率低いですけれども、その辺いかがですか。あんまりこうちょっと適当なことを申し上げるとあれなんですけど、だからいやおっしゃる通りその自民党がじゃあいつまでこう分裂しないでいるかっていうのは一つの論点にはなると思います。その自民党の中でも当然こうそのまあこれでこの図で見ると自民党1点なんですけど、当然自民党もっと広いので、こうその比較的生活保障寄りの人たちとこう社会的投資寄りの人たちっているわけですから、そこが分かれると話が違う可能性がありますね。でその特に社会的投資みたいなものを主張する人たちがその若年層の支持を得る可能性はないわけではないと思います。がそれがその自民党が変わる要は政権交代とかみたいなものと直接リンクするのかはよく分かりません。はい、じゃあどうぞ。朝日新聞の松下と申します。今日はありがとうございました。基礎的なことでちょっと聞くのも恥ずかしいんですが、この生活保障と社会的投資なんですけれどもね、必ずしもそうがよく分かっていなくて、例えば社会的投資、その保育が社会的投資の典型であるということなんですけれども、例えば子ども手当みたいなものだった、とするとですね、その子育て世代に対する生活保障と受け取れなくもないわけで、
例えばだからこの社会的投資っていうのは現物給付だと社会的、投資になりやすい、現金給付だと生活保障になりうるという意味なのか、それともその子育て世代に対するものは社会的投資であって、高齢世代に対するものは生活保障になりやすいとか、そういうことなんでしょうか。はい、いや、何が社会的投資で何が生活保障かっていうことを外形的に分けるのは非常に難しいと思います。で、だからこそこの議論は常に曖昧になってしまうんだと思いますが、どちらかというとその今のご指摘とは逆で、社会的投資の方は現金給付と相性が良くて、生活保障は現物給付に近いというふうに理解しています。というのは、生活保障というのが社会的投資と違うところを挙げるとすれば、一定のターゲットが必要なわけですね。ターゲットがあって、こういう理由、例えばそのミーズテストがあって生活保障、生活保護をするというのは典型ですけども、その一定の以上、一定の資産を持たない人たちに対して保障するみたいなことですね。で、例えばまあ失業保険でいうとどういうふうに作動するかといえば、失業したという状態について保障するっていうことですよね。で、まあ、あれは一応両方とも現金給付ですけども、そういうターゲットっていうものを明らかにして、それに対して保障するっていうのは生活保障で、社会的投資の方は、そのターゲットが非常にこう曖昧というか、不特定になるわけです。ですから、子ども手当の方が社会的投資として受け取られやすいのは、その子どもを持っている人すべてっていうふうにやってしまうことが多いので、まあ、それは日本だけではなくて、イギリスとかでもそうですけども、その、なんて言いますか、子どもを持っているっていう条件で発動する現金給付っていうふうに理解すると、それはもっと幅広い社会的投資だろうと。だから常に問題になるわけですけど、じゃあその子ども給付、子ども手当に所得制限入れるかって話ありますよね。で、あれはだから結構本質的な話で、そこで全く性格が変わってくる可能性はあるというふうに理解しています。はい、そろそろ時間ではありますが、よろしいですか。ちょっと一つ3件、すみません先生、もう一つだけ。はい、地方選挙のなんとかせいやっていう話をされてて、中でその時期を揃えるよっておっしゃってて、統一地方選挙がもう全然3割切っちゃってる統一率なんで、朝日新聞では統一地方選挙を再統一しろっていう社説を書いたことがあるんですけども、先生難しそうだなとおっしゃってましたけど、これはなかなかやっぱりその統一したらいいと思うけど、なかなか簡単じゃないよなっていう話なんですかね。ですね、この統一というのはいろいろあると思うんですが、その一つその難しいところはあるんですが、なんていうか、全て一緒にするかどうかっていう問題があるわけですよね、まず。で、私個人としてはその例えば地方レベルは一緒にやるみたいな、それはありだと思います。で、ただ国と一緒にっていうところまで入ってしまうと、まあ、まあ地方レベルだけでもその政党はその強くなるとは思うんですけども、まあ、例えばその全国でいっぺんにやってしまうか、何回かに分けるかとか、そういう程度のバリエーションは必要でしょうと、いうことですね。で、これ逆にそのもちろん国政選挙にも言えるわけで、だからある意味でこうダブル選挙をした方が望ましいんではないかとは思います、個人的には。わかりました。ちょうど時間になりましたので、これで終わらせていただきますが、今日先生記号していただいたのは道理です。なんででしたっけ。いや、すごい、私なんかこんな偉そうなことを書くのはどうかと思ったんですけど、いや、私なんかがこう分析していることも含めて、さまざまなこう理みたいなものはたくさんあると思うんですね。その個別的にこう論理的に正しいみたいなことっていうのはすごく多くて、で、そのいろんなことが分かってきていると思うんですけど、それをなんか包括するものっていうのがなかなか難しい。まさにそれは政党に求められているところだと思うんですけど、で、その道理の道というのはその包括するという意味もあるそうで、でそういった要は個別的なものと、その包括的なものを調和するというのが、まあ、現在の政党や政治に求められているのではないかということで選ばせていただきました。はい、ということだそうです。ありがとうございました。クラブの方からお礼の感謝のネクタイを差し上げます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。